シースケールは北西イングランドのカンブリア州のアイリッシュ海沿岸にある村で行政教区である。セラフィールドの原子力施設は村の北に隣接している。地名はここにノース人の入植者がおそらく西暦1000年よりも前に住んでいたことを示している。これはコノルド語で木造の小屋や避難小屋を意味するスコーリーから派生している。 この地の歴史の始まりは、アイルランド島とマンシマに定住した、ノース人たちに復讐を誓ったためその多くが、西暦885年の数年後に、カンブリアの海岸から海を越えて逃亡する原因を、作った、ハーラル一世の時代にまで遡ることができる。他にもシースケール・ハウは、スコラ・ハウガーなど、コノルド語の地名が見出される。ノース人が、内陸に定住地を広げるに従い、 他にもスコラーがつくの地名があるため、シースケールのーは海にあるスコラーであることを示して、だと区別した。シースケールについて書かれた最古の資料は1154年から1181年の期間にかけて、アルドウィンドシースケールが、ベセラル修道院での出来事を記録に残したものである。別の初期の言及は、1200年にロジャーデビーチャムが、セントビー修道院に与えた。 認家上である。そこには、彼が修道院に与えた土地は、西部の海岸のレザシュリス、または、シースケールの近くにあったと記されている。この頃に、アランド・クープランドとウィリアム・デ・ウェイブリスウェイトは、ウォルターデ・シウギハウスにボルトン近くの領地を与え、それは500人以上にわたって家族によって所有が続けられた。現在のハルセナの地域は、ホール・セブンハウス、 後のホルセンハウスに由来する。シースケールは古代のゴスフォース教区の一部で、それはゴスフォース、ブーンウッド、ボルトンハイ、ボルトンロー、シースケールの領地に分かれていて、共同でゴスフォースの教会の教区員を選出していた。1850年にファーネス鉄道が開通するまでシースケールの地域は連綿と続く農場だった。鉄道はホワイトヘブンから バローイン、ファーネスまで走っていた。これをきっかけにいくらかの開発はあったものの、1869年の時点において店が一軒もないと地方紙に書かれている。さらなる開発は1879年にファーネス鉄道のジェームズ・ラムス・レムがシースケールを休日のリゾート地にしようという野心的な開発計画を推進するまで待たなければならなかった。 バーケンヘッドのエドワード・ケンプは、海岸線の1.5マイルに沿って伸びる、大規模なホテル、海の遊歩道やビラが含まれる計画を考案した。結局はそれほど建設されずに終わったものの、いくつかの洒落たビクトリア町の住宅やテーラスがその時、以来立っている。だが、当時から、鉄道駅に隣接して建てられていたシャーフェルホテルは1997年に、取り壊された。 ホテルのビクトリア町の広告は素晴らしい海辺と自慢の入浴施設で人気があった。シースケールは湖水地方の西部を旅行するための理想的な中継基地としても推進された。1881年にイカスバートの中鉄、教会が建てられたが、1884年に強風で吹き倒された。再建されたものの地域住民の増加のため手狭になり、 1890年に CF ファーガソン設計の石造りの教会が建てられた。1886年に近くに建てられたメソジスト教会も同じくイカスバートに建造された。1939年に共にわずか数マイル離れたセラフィールドとドリグに王立兵器工場が設立され、軍需労働者のための宿泊施設が建設されて少し開発が進んだ。 近隣のホワイトヘブンの炭鉱では1910年に136人の甲府が死亡する惨事が起きていたが、1922年から1931年の間だけでもこの地方では4回の事故と合計83人の死者が、さらに1947年にも104人が死亡する大事故が起きていた。この地方の炭鉱は深く掘るほどメタンガスが顕著に発生するため、 致命的な事故の多さで悪評高かった。一帯は、ビクトリア時代からの海辺のリゾートではあったものの、観光客は夏の限られた期間しか訪れず、1940年代には、カンブリア地方の主要な産業である炭鉱の閉山が相次ぎ、戦後の不況と相まって、地域の経済は停滞した。いささかの疑念はあったものの、クリーンで安全な産業を、 大勢の人たちが歓迎し、村の明るい将来の展望を託した。その結果、1950年代には、シースケールは英国で最も英知が集結した街として知られていた。1957年10月、村の北にあるウィンズケールの軍用原子炉で火災事故が発生し、1号炉と2号炉は運転を終了。原子力施設はセラフィールドと、 名称変更し、創業を続けていたが、コールダーホール原子力発電所は2003年に運転を停止し、最後に残ったソープ再処理工場も閉鎖され、村は人口も減少し、ひっそりとしている。新スケールには、ガンクラスタが存在し、リストオブキャンサークラスターズの記事によると白血病の発症率は平均の9倍である。この減少は、 シースケールクラスターとして言及され、原因として、レオ近錬による住民根住説が挙げられている。一方、カマルは1996年に発行した4番目のレポートで、第二次大戦中にロイヤルオードナンスがセラフィールドとドリックの近隣に建築されて、シースケールにも多くの住民が来たことが明らかで、あるのに、小児白血病の増加が見られなかったと強調し、 住民昆虫説に疑問を投げかけた。村は国土 A595 線に近くカンブリア海岸線と呼ばれる鉄道があり、シースケール駅が営業している。有名なビクトリア町の作家、ジョージ・ギッシングの小説の一つである奇妙な女性たちでは、シースケールと湖水地方が舞台になっている。ギッシングは、 若者だった1868年から1869年にかけて初めて訪れ、シースケールは1回、湖水地方は4回訪れただけであったが、この旅行は彼に多大な印象を残し、得た経験を彼の30年の執筆期間中に幾度も使用した。2010年6月2日、カンブリアで犯人が凶悪犯罪を起こした後に、この地域は捜索の中心地となった。 犯人は52歳のホワイトヘブンのタクシー運転手のデリック・バードと特定された。彼はエスクデールで自殺する前に12人を殺し、他に約25を負傷させたことが判明している。犠牲者の2人はシースケールで射殺され、近隣のゴス村の周囲では2人の被害者が一緒に重傷を負った。ありがとうございます。